編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ虎の楽屋トーク。はい、受験生版タイガーファンディング虎の楽屋トークでございます。よろしくお願いします。はい、今回の志願者は島根大学医学部医学科に合格して学びはいくつになっても楽しいという側面から健康寿命を伸ばす医療に貢献したいという西郡隆則さん36歳の志願でございました。お疲れ様でございました。皆様お疲れ様でした。さて今日はですね、まず青さんにコメントをいただかなければいけないなと思ってまして、受験生版タイガーファンディング初登場ということですが、皆さんお邪魔しました。ありがとうございます。お邪魔しました。そうです、ね、裏どうだった？裏、あ、でも裏になったら突然流暢にめちゃくちゃ話すんですよ、ね、こんな感じで来てくれたらよかったのになって思いつつも、はい、でもやっぱりこう、なぜ医者になりたいのか、医者になった後どういう医者になりたいのかっていうところの深掘りがやはりここにも足りてなくて、うん、だからこそこうタジタジになっちゃったのかなとも思うので、うん、そこが浅かったからこそあのコミュニケーションになっちゃったのかなと思ってます、はい、でも今日は本来は主催が司会ということで青さんとのバトルが見れるんではないかと会話でも自由はなかったよね。そうでしたね。セビアンさん眼帯ぐらいじゃない眼帯に触れるのか眼帯に触れることすらできる。どうしたの？これ普通に物もらいです。誰からどうもらったんですか？自分の 手の黄色ブドウ球菌ですよ。まあ、というわけであの今回志望金額が43万円6千円というところで、まあ、結果としてはナッシング、実質ナッシングというまとめとなりましたけど、実は途中ですね、酒井先生の方ちょっとリラックスのための端数3万6000円というのがありました。今日どんな感じでしたか？まあ、なんか途中で出してめっちゃ流れ変わったらいいなと思ったんですけど、ちょっと逆効果でしたね。あれでなんか上がっちゃった感じがしたっすね。まあ、あの酒井さんそれ言いながら割と表情がそのままシリアスな表情だったんで僕もちょっとあの外で見ていながら逆に上がるやつと思いながら。そうですね、まあ、なんか僕が一瞬で気持ち冷めたのがあのお母さんはどう思ってんのの質問なんですよね、うん、あれでなんか一瞬で冷めちゃいました、ね、なんか、うん、それは親からそういうやろって感じなんで、うん、そこでさえも自分のこと考えないよみたいな、それやったら自分のお金でやってよ、ちょこっとやってよ、ちょこっとやってよ、ちょこっとやったら自分のお金でやってよっていう話をして、うん、関西じゃないのってこと、ね、こうやってる、まあ、答え36歳の答えじゃないよね。いや、そうですね、本当に、うんうん、あれで一見気持ちが冷めました、うん。まあ、今日は佐賀先生はその作戦ミスかみたいな話のところも途中切り口としてありました。お父さんの学生とか、はいはい、まあ、あと小学校4年生の時のこととかもちろん出してもいいんですけど、なんか作戦ミスかなっていうか、どこを出すかってすごい大事じゃないですか、自分の過去の部分を。それよりもやっぱ僕らはお医者さんのこと僕分かんないんで、詳しくはだけど本当熱い思い語ってくれたら出すのになっていう、そんな感じだったんですね、うんうん。ごめんなさい、飛ばしますよ。あ、飛ばしますよ。なんか飛ばせよ。いやいやいや、なんで飛ばしますですか？僕ね、そういうと、コウさんが言われてた36歳にしたら弱いっていうのが結局今回の回だったのかなとちょっと思ってしまったんですよ。ですね、あの、まあ、本当にその言葉通りで、そのまあ作戦ミスもあるだろうし、いろいろそのまあ用意だの緊張があると思うんですけど、やっぱりまあ、医者になりたい理由として、なんか障害学習とか学びは楽しいよねって、まあ高校生でもさすがにここに来る子たちだったらもうちょっと言うよねみたいな、はい、仕事時だったんで、まあそれは本当に弱いですし、まあよく考えてその結果しか出せないなら普段は個別指導されてるっておっしゃってましたけど、まあ、小論文とかちゃんと教えられてるのかみたいな、うん、逆に不安になっちゃうぐらいでしたね。途中はですね、あの費用は全部面接の方に、そうですね、だから緊張とかはそういう対策でどうにかなるかもしれないですけど、やっぱりその根本的なその、うん、なんですかね、浅さみたいなのって、うん、単純にちょっと指導しだけでは治らないと思うので、うん、まあ、そこはちょっと塾に行ったからといって難しいかなという気がしましたね、うん。すみません、お待たせしました、吉本先生。今日司会円滑ですね。楽屋と今日いいですね。プロレス。まあ、皆さんどうも、そこは同じで、青さんが言ったやつやったかな。どういう医者になりたいかって言った時に、もう診察のことをすごく具体的に言っただけだったんで、やっぱまあ決まってないのかなみたいなので出せなかったっていうのがありますし、でちょっと全然関係ないんですけど、はい、他の人気づいてないんですけど、そのちょっと今日小橋さんの魔漢方サポを絶対抜かれてるんで、ぜひオンエア見てください。どこですか？昔切り抜きでめっちゃ回った魔漢方サポ、これカメラが怖いになった。実は僕最後の最後、はい、銃積もうかだけずっと悩んでたんですよ。はい、でも言ってもいろいろ弱いんですけど、弱いんですけど、でも7割取ってるのが偉いんで、共通テストで可能性もあるしって思ったんですけど、うん、そこが悩んでるところをつい抜かれてしまった。しっかり帰るコーナーで終わった後、あのカメラマンさんの笑顔で抜きましたって言って先に1000人振るんだよみたいな、はい、ここもご注目いただければ、はい、ですね、はい、
ですからあれですよね、合格の道の勝算が見えてて、でもまあちょっと動機が弱いという、うん、まあ、逆の、 志願者の方だとすごい思いはいいんだけど、そこを粘らすのはどうっていう、ちょっとまあ違うパターンといえばそうでしたね、うんうん、なんかそこの弱さみたいなのちょっとあったかなっていうの。今日も司会を一本担当された新藤さん、どうでしたご覧になってて。あの今回凍りついた感じをどう動かせましたか。そうですね、見学だったんですけど、うん、まあ、すごく緊張されてるんだろうなっていうのはすごい、まあ、見学してて伝わってきたし、で普段は違うっていうこともおっしゃってたので、そこがなんか普段の感じ出せなかったのは残念だったなって思うのと、あとはなんかこう不思議に思ったのは、ゴールがあってそこに対するお勉強って手段だと思ってるんですね。私はそこを達成するための手段なので、その手段をすごく楽しまれてるなっていうのは感想として思ったんですけど、なんかその先がちゃんと見えてればもっといろんな人の心に刺さったのかなっていうのはすごい思ったので、そこがちょっと今回は残念だったなっていうふうに思いました。メント力必要ないですか。素晴らしい。ヒラさん、結構いない人をやるいない方がいい。まずヒラルと交代だから、ほら主催の僕は、僕はデジさん好きなんで、いや、僕は一番安定です。でも酒井先生からもありましたけど、ベクトルが自分の方にしか向いてないねっていうのを言われて、でもご本人途中で気づいちゃったんでしょうね、うん、だよっていうのに、でも青さんも最後二択ですって言って振った時に、振るならもうそっちに全振りしてくれるようだったんじゃん、ブレブレでしたね。怖いな。ライブ派だったよね。やっぱりね、お母さん大事じゃん、赤いのことないけど、36でそれないってちょっと思いました。何や、言おうとしてない。怖いな、まあ、今日主催も途中でこれを見て同じように考えてらっしゃる方がなんか気づいていただければというのがありましたけど、そこをもう一度コメントするとどういったところに。改めてコメントすることないっす。ないっす、はい、いや本当にそう思っただけ、うん、一つ全然別なんだけど、この人塾講師なんだって改めて思って、やっぱ今時の塾の先生って個別指導だからなのか、あのコミュニケーション能力で塾の先生やってるっていうのが、やっぱ改めて聞くとって思いますね、うん、はい、緊張してるで済まないなと思うよね、うん、はい、まあ、実際36歳という方が志願していただくのはちょっと我々のウェルカムではあるんですが、やっぱりちょっとね、何の、いや俺はぶっちゃけウェルカムじゃないな。あ、そうですか。はい、今後やっぱ若い子たちが出てくる方がいいと思う、うん、受験生版は、うん、そういう若い子たちがどんなこと考えてるかっていうのを視聴者も若いから見たいと思うよね、うん、なるほど。あの視聴者の子たちは36歳のあのおじさんどうでもいいわって思ってる人も結構いるよね、うん、なるほど。いや思ってると思います。はい、なので、結構今日叩かれるかなと思って、本当にでも糧にして頑張ってもらうしかないよね、うん、はい、と思いました。はい、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。